30日、ノエビアスタジアム神戸では、午後2時から J1 リーグのヴィッセル神戸、湘南が行われ、そのまま同7時から WE リーグのアイナック神戸、マイナビ仙台が開催される、J2 と WE リーグの同日同会場開催は昨年2度あったものの、J1 と WE リーグのダブルヘッダーは史上初めて。初優勝を狙う神戸は現在首位、2連覇を目指すアイナック神戸は2位につけており、アベック勝利を目指す。試合前日の28日、オンラインで取材に応じた神戸吉田高校監督、46、は、やはり神戸の街を盛り上げる、サッカーを広めていくという意味ではいい企画。お互い刺激をもらいながら、やっていければ、とコメントした、吉田監督とアイナック神戸のパク・カンジョ、監督、43、は、地元兵庫の名門、滝川2の3学年差の先輩、後輩。現役時代は神戸で共にプレーした関係でもある、アイナック神戸の安本隆社長、50、は、1万人の動員を目標に掲げており、神戸フットボールの新しい歴史を刻む日、と位置づけて、昼夜を問わずスタッフが準備に奔走中です、とコメントしている。当日の神戸、湘南の観戦チケットがあれば、試合後も会場に残り、WE リーグをそのまま観戦できる。J リーグの来場客に、どれだけ残ってもらえるかがポイントになりそうだ。